アマサギはペリカンモクサギかアマサギ属に分類される鳥類。本種のみでアマサギ属を構成する。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、オーストラリア、日本、ニュージーランド、フィリピン、マダガスカルに分布する。夏季にアメリカ合衆国や朝鮮半島で繁殖し、冬季になるとアフリカ大陸北部、オーストラリア、 ニュージーランド、フィリピンなどへ南下し越冬する。多くの地域では周年生息する。日本では、アシュアマサギが、夏季に、本州の至る農地に、繁殖のため飛来し、全長46から56センチメートル。翼海八88から96センチメートル。体重0.1キログラム。後首、胸部から腹部にかけて白い羽毛で覆われる。くちばしは短く。 色彩はオレンジがかった黄色。孔子の色彩は黒褐色。繁殖期は目先が赤く、くちばしや孔子の色彩も赤みを帯びる。下器は頭部から頸部、胴体上面はオレンジがかった黄色の羽毛で覆われ、和名の由来になっている。また、関羽と飾り輪が伸びる。陶器は頭部から頸部、胴体上面が白い羽毛で覆われる。死遊同色。 草原、農耕地、湿原などに生息する。単独やペアで生活するが、小規模な群れを形成して生活することもある。中高生。植生は動物食で、主に昆虫、蜘蛛を食べるが、魚類、両生類、小型爬虫類、甲殻類なども食べる。大型の草食獣の背中に止まり、寄生虫を取ることもあるので、共生関係の例に挙げられることもある。 繁殖形態は卵生。同化多種も含めた集団繁殖地を形成する。オスが素材を集め、メスが森林の木の枝に木の枝を組み合わせた皿状の巣を作り、日本では4の7月に1回に2から5個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は22から26日。育数は私有共同で行う。ヒナは 孵化してから30から40日で巣立つ。以前は、コサギ属イグレタに分類されていたが、形態的な特徴から現在では別属とするのが、一般的となっている。以下の亜種に分類されている。リーストコンサーン定期犬種だが、日本の環境省によって、以下の都道府県で、絶滅危惧の指定を受けている。漢字表記の症状は、酒好きな伝説上の動物で、 夏はの色彩に由来する。英名キャトルは、牛の胃で、牛などの家畜が移動する際に追い立てられた獲物を目当てに跡をつけることが由来。現在では家畜のみならず、幸運期の跡をつけることもある。また近年の開発による農耕地の増加に伴い、分布域が拡大し、生息数も増加している。ありがとうございます。